道内でワイン作りに取り組む町が増えています。道南の八雲町もその一つです。新幹線の札幌延伸をきっかけにワインを新たな特産品に育てようとしています。酪農が盛んな八雲町、町内で生産された牛乳は不二家のロングセラーミルキーにも使われていることで知られています。そんなミルクの町で進んでいるのが、ブドウの栽培です。今日町内でブドウの苗木およそ600本が植えられました。品種はシャルドネ、白ワインの原料でおなじみです。3年前からワイン用のブドウの栽培に取り組む八雲町、別の場所には赤ワイン用のブドウおよそ900本が栽培されています。チーズですとか、まあ、あとはホタテ、サーモンなどの特産物があるので、そのものと合わせやすい白品種のワインを作りたい。ミルクの町がワイン作りに熱心なわけは観光客を取り込むためです。一昨年度、八雲町を訪れた観光客は38万人と、渡島地方の11の町の中で7番目。山あり、海あり、温泉ありと資源が豊富ですが、函館などに押されてスルーされてしまうのが長年の悩みです。町は新幹線の札幌延伸でできる新たな駅を全国初の牧場の中の新幹線駅として売り出して観光スポットにする考えです。駅の周りにはワイナリーやレストランが設けられ、一泊してでも味わいたくなる八雲のワインで観光客をスルーさせない魅力アップを目指しているのです。期待しかないかもしれないですね。いろんな方がこう八雲町という町を知ってもらって、こう立ち寄っていただける、あの道が開けるっていう意味ですごくいいなって思っております。新幹線の延伸延期は残念ですが、今日植えたブドウがワインになるのは5、6年後。開業に合わせて出荷させたいと意気込んでいます。一方、新幹線の函館駅への乗り入れを目指す函館市の大泉市長、今日札幌への延伸延期について問われると、大きな、衝撃を受けて今回、この時期に、極めて困難であるという事態になったのかについての丁寧なご説明も含めてですね、要望をしていきたい。延期による函館駅乗り入れ計画への影響は明言しませんでした。